こんにちは、イラストレーターの斉藤直樹です。今日はですね、漫画家の西義行先生のお宅にお邪魔しております。ちょっとね、外で撮っております。はい、西先生、はい、新築のお宅ができたということなんで。そうなんです、はい、建てちゃったんですよ。建てちゃいましたか。はい、いやー、なんかね、ちょっと見えてるんですけども、まだね、あんまり よくは見ないようにしてるんですけどね。なんかすごそうなんですよ。もうね、今日は皆さんとルームツアーをさせていただこうと思っておりますので、今日よろしくお願いします。何卒よろしくお願いいたします。はい、そして、まあ、なんか僕一人で来てもなんかちょっとつまんないなっていうことなんで、もう一人、助っ人というかね、遊びに来ていただいております。イラストレーターの西さんでーす。お邪魔します。イラストレーターの西です。よろしくお願いします。はい、この二人がここにいること自体がね、そこまでの存在ではないんで、ちょっとファンタジーなんじゃないいや、もう僕ね、漫画家のオタクって行ったことないんで。え、マジっすか。お邪魔したことないんで。あ、そうなんです。はい。何があるのかなと思ってワクワクしてるんです。いや一体どんな部屋を作ったのか。あ、そうなんだ。いや、まあそうなんです。やっぱりね、どうしてもね、はい、キャラが出るんだ。キャラが立ち上がってもう瞬間に、あ、はいはい、これは俺の家だなと思って。おー、自信ありっていうかね。自信あるっていうかね、もうどうしてもこうなるだろうなみたいな。あ、うん、もうなんか俺そのものだなみたいな。そういうか、いや、ちょっと待って。なんかかっこよすぎるけど。でもなんか、なんとか、こう、建築家さんと打ち合わせしてる間に、なんか僕たちのことよく観察してくださってんのかなと思って。建築家？そうな、あ、建築家いらっしゃる。そうなんです。僕は、その建築家さんが気に入って、頼んだんですよ。はい、そっちから建築家さん、この人に頼むにはどこで頼めばいいかなみたいな感じで見つけたんです。はいはいはい、え、建築家から選ぶってことですか。そう、そこではね、建築家さんが何人か所属してて、はいはい、選べるんですよ。選べる建築家。そうです、どれにしようかな。うわ、そのパターンみたいな選び方。そのパターンめちゃめちゃ楽しみだな。鎌倉っていや、ということで今日はよろしくお願いします。しい、楽しみ。お邪魔しまーす。はーい、じゃあようこそ西邸へ。めっちゃ楽しみ。じゃじゃじゃん。ていうか最初からバッキンキなんですけど、黄色い、あ、素敵な絵があって。そう、これ僕が描いたやつですね。あ、それ絵って書いてあるの。あ、そうなんだ。あ、美大出身ですもんね。そうなんですよね。すげえ、これが西先生の西画伯の絵です。超恥ずかしいな。すげえ。え、最近描いたんですか。これね、もう25年ぐらい前に描きました。あ、美大の時に描いたんだ。そうですね。さすが卒業。さすが玉美。ちょっと気に入ってるから、自分も玉美じゃん。玉美ってこういうの描くんですよね。そうそうそう、ボリソップな気がする。これもらったの。よくわかる。これ4000円ぐらいするんだ。すげえ。マジで高いやつ。お邪魔します。はい、そしてね、こっちがこれトイレですかね。はい、トイレで。トイレ、トイレ見ます。あとでいいですか。なんか最初にトイレを確かに最初にトイレを。ここがリビングと。うおー、すげえ。なんだこれ。このままキッチン。うおー、え、天井高っ。あ、これ吹き抜いて。吹き抜けですね。うん、変だろうなと思って。うわー、いや、でもなんかこれテンション上がる。自分でやんなきゃ。めっちゃボードゲームあります、ね。いや、もうとにかくどうこの空間を生かそうかと思って、はい、今まで持ってるものとかも、はい、可愛いものが多かったので、めっちゃなんか本屋みたいな配置をしていく。そうなんかね、いや、かっこいい。ヨーロッパの本屋さんとか雑貨屋さんが好きで、うん、いいっすね。パリとか行ったりとかして、こういうのいいねって。この部屋、老後喫茶店できるんじゃないですか。いや、僕ね、レストランにしようかな。あ、レストランいいっすね。レストラン西にしようと思った。あ、確かに。大好きな。唐揚げ定食しか出ない。しかも、こっちなんですか、この。なんかね、この家、ちょっと脳みそバグるんですよ。なんか構造がよくわかんないんですけど。でも、一応リビングとキッチンだから、うん。こっちがキッチンなんですね。おかしな、おかしな感じじゃないですか。キッチンで、僕の、ダイニングテーブルで、仕事場です。あ、ここで仕事してらっしゃる。ちょっとキッチン見てもいいんですか。どうぞどうぞ。お、バルミューダ、バルミューダのやつですよ、あれ。めっちゃ高い。イクシさん、なんか高いやつにどんどん反応していきますね。もうまるで俺がなんか高いもの好きみたいな。高いものでしょ。確かに。あ、本当だ、全部バルミューダ。バルミューダでめっちゃ音がいいんですよ。なんか知ってます、なんか結構ね、かわいい音がするんですよ。え、ちょっと鳴らしてみてください。ちょっと待って、これね、こっちか。ほら、本当だ、いい音。調度品がこうキノコとかね、結構かわいい。これね、イタリア旅行で買ってきたんですよ。そうなんですね。で、あ、これもだ。そう、これもそうです、ね。夢みたいですわ。うん、この前なんか
配信で料理されてたじゃないですか。そう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 。ここでね、あのお料理配信するの夢だったんですよ。やってましたね。そう。ここで。あ、いいですね。そしたら金属ボールがガガ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 ガ誰に奥さんに奥さんに隣じゃなくてよかったっすね。西先生お料理するんですね。大好き。すごい。今弁当も作られてます。あ、そうなんだ、うん、いや素敵なキッチン。こんだけ広いとやりやすいっすよ、うん、やりやすい。 いいですねここ、うん、チャーハンがちょっと作りにくいけど、あ、火力が足りなくてね。そういう時はコンロ出してやろうかなと、うんうん、わざわざそこまでするんですか。そう、やっぱね、ここ回したいんですよね。でもやっぱすんごい使いやすくて夢みたい。いいですね。料理もめっちゃしやすいし、羨ましい。ありがとうございます。いや、家買ってよかった。そしてそしてなんかこっちに階段が見えてるんですよね。階段がおしゃれですね、うん、階段登っていきましょうか、ね、そうですね。この途中まで本棚でいきなり階段になるのめっちゃおしゃれ。そうなんね。そうわー、この質感がまたなんかいいですね。この木の感じが新築なのにちょっと歴史を感じますよ、ね、すごいいい匂いする。失礼します。失礼します。あ、結構見た目より上がりやすいかも、うん、すごい。でここからこうリビングを置き、はい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 、これがさっきの部屋です。そうですね。で、うん、次吹き抜けが1個あって、はいはいはい、はい、さらに対象にもう1個2階からの吹き抜けが、うんうんうん、うわーすごい。なんか透明なガラスがめちゃめちゃあるんですけど。そうですそうです。これがその視覚効果を狙ってるんですね、はいはい、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、透明なんだよ。あ、なんか便座が見えてんだけど、ちょっとこれ説明を求めてもいいですか。ええちょっと待って、みんなびっくりしないでよ。あのね、トイレですがドアないんですよ。そう、ドアないし、ドアそこドアないし、ここだって透明なお風呂ですよ。おいラブホテルみたいな。おいおい、西どうなってんだこれ。どうなってんだ。もう最高ですよね。もうスケスケで。これなんか、スケスケおかしいでしょこれ。これがいいじゃない。だってこれがいいんですよ。僕こうしたかったんですよ。見られちゃいますよ。そうそうそう。だってお風呂行ってすぐトイレ。トイレ行ってすぐ風呂。お風呂、うん。機能的じゃないですか。まあまあ確かにね。基本的なんですけど、別に見える必要はなくないですか、外から。これだってお客さん来たらどうすんの。お客さんは1回しか使えないし。あ、なるほどね。あ、で、ここはあそこからもうトイレの、あの、でもお風呂はどうすんすか。風呂はもうスケスケ、うん、あ、でもまあ、まあ、一応カーテンがある。カーテンがあるから、そから、まあ、そうだから、まあ一応プライベートは作れるんですけど、はいはいはい、カーテンはもう、うん、あの、あ、仕切って、あ、ここにもね、一応カーテンがあるから、そうそうそう、まあ一応これがドア代わりというか。そうですね。あ、ちょっと安心しました。いや、安心できないでしょ。全く安心できない。でも無理やり安心しました。ここがね、外出れるんですよ。見てくださいよ。ここがね、吐き出しになってて、うん、開くんですよ。で、私お風呂でね、こう春とかね、夏とかね、うん、はい、このまま素裸で出て、こうデッキで、はいはいはい、ごくごく乾杯とかしたいんですよ。これ。でもいいですね、ここなんかもうお風呂出るともうこれソロなんですよ。わー、すげえ、すげえ、なんかただの変態チックな趣味かと思いきや、もういいですね。別に変態でも構わない。空間が外だか中だかよくわかんなくて、うんうんうん、そうだからこれ動画で見てたらなんか全然ここが何なのかわかんないと思うんですよ。外なのか中なのか、うん、うん、でもこの場所はね、まあ2階の中庭みたいな感じのイメージですよね。そうですね、うん、だから一応その時設計の時に、うん、ジパン先生がこだわってらしたのが、そのこの1階の吹き抜けと2階の吹き抜けのこの視線の多さみたいな、うんうんうん、いろんなとこから全てが、そう、でもそれにしてもこれこっちは風呂っすか。おかしいでしょ、やっぱ。でもなんかすごいなこれ。全体的になんかカラフルな割に、ほんとさっきから言ってますけど落ち着いてて、うん、目痛くなんないですよ。いや面白い。あ、やったー。ちょっとびっくりしすぎて最初にお風呂とトイレに食いついちゃいました。じゃあ上が3階、はい、3階は何なんですか。3階はですね、何でしょう。まだあの漫画家らしい部屋が、はい、確かにないです、はい、どこで仕事してるのみたいな。うわー、みんなちょっとここ見て、めっちゃいい。ここが仕事部屋かな。その通りです。え、羨ましい。これここが仕事場です。仕事部屋です。あー、すごい。おしゃれ、うんうん、ちゃんとアームチェアですよ。うん、アームチェアと、あのどうやって座るんですか。座っていいですか。
どうぞ。膝ここなんですか。そうえ、なんかアスレチックで膝をこう、え、正座に近い感じ。そう、スッとなるんですよ。確かにこれのおかげでね、もう息子の背筋がスッとしてるんですよ、うん、あ、息子さんこっちにいるんですか。そう、息子さんと隣に仕事してるってことですか。僕、息子がここでパソコンやってるうちは下で、はい、あ、なるほど、下のあのリビングの仕事部屋というか仕事机でやってるんですね。で、仕事道具をひょいって移動してここで書いてる。はいはい、あ、いやいいですね。そう、いろいろ好きなものが、うん、マインクラフトのおもちゃとか、すごいですね。で、ここが仕上げをやる机ですね。はいはいはい、奥さんもここで仕事をしてる。そうですね。じゃあ奥さんもアシスタントのような感じなんですか。仕上げをやってますね。すごい。なんかゾンビみたいなのがいる。そう、これは娘が幼稚園で作ってきたゾンビで。すごい。でも幼稚園幼稚園で。にしたら造形すごくないですか。結構かっこいいですよね。かっこいい。聞いちゃってずっと落ちるんです。すごい。すごいな。これが漫画家の家か。すげえ。おしゃれですね。ありがとうございます。これ多分見てる人も、俺もこんなの作りてーって思ってる人も多いんじゃないですか。ね、でも僕もここにたどり着くまでまあまあかかっちゃって、はい、まあまあっていうかまあ十分ですけど結構かかっちゃったんですよ、ね、うん、たどり着いただけでね、すごいですよね。この机もなんかあれですよね、こんな長い机ないですもんね。そうですね、これだから取り付けなんですよ、うん、家具取り付け家具で、うん、一品物、そう、もうここはもう仕事場でしか使わない。あ、でもこっちが息子さんの部屋なんですね。そう、うん、家族がなんか近いような感じがしていいですね。そうですね、ですね。だからここからとか仕事とかしてて下にこう声かけられるんですよ。帰ってきたなとか見れるし、うん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 、でここにいると、あ、今お風呂入ってるんだろうな、スケスケのね、お父さんが、そう、お父さんがこう裸でも娘さんどうなの。娘さん絶対恥ずかしいでしょ。だからちゃんとここは、うん、閉めてね、閉めて、はい。絶対だってクレームついたんじゃないですか、娘さんから。めっちゃ嫌でしょうね。うん、言わなかったんですか。いやいやいや、まあなんか最初は、うん、まあ結構あれかな、もう我々あれですかね、なんか野人みたいな暮らしなんかあんまり気にしないというか。なるほど。元の前の家時からもそんな感じだったんですか。そう、プライベートがあんまりなかったので、うん、全員が結構もうふわっと暮らしてるみたいな。で、僕も本当に、まあ裸のままでないですけど、ふわふわとことこ歩いてて、うんうん、なので、だからちょっとそう慣れちゃったのかな。もう家族全員が西先生のにしてもこっから風呂場覗けちゃうのやばいっす。いやでも絶対もう そこは守ってあげなきゃと思って。そうですね、うん、いや素敵な家です。わーい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってローン返します。今あの奥さんにお茶をいただいてます。いただいてます。美味しいですが、いやもうそっちどころじゃないですよ。全然これ高いですよね。美味しい、美味しい。そしてね、うん、あの、はい、安心しているところ悪いんですけども、はい、漫画家とイラストレーターが集まってるんですね。もうこれだけで終わるわけないじゃないですか。終わるわけないんですよ。いや終わってもいいと思うんですけどね。終わらないです。お茶飲んで終わらないです。お菓子食べて終わらせるか。終わらせるかって感じ。よし。あのね、こんなものを用意してるんですよ。こんな感じでね、あの、西先生の新築祝いをちょっと皆さんでね、これから書こうと思っておりますので、本当はね、あの、つくし先生も来る予定だったんですけども、はい、つくし先生もね、何の偶然かわかんないけど、今日はあの、物件の引き渡しで、鍵をね、あの、もらう日だっていうことなんで、うん、偶然ですよね。すごいですね。知り合いの人結構最近引っ越し多いですよね。多いですよね。先生家にも遊びに行きましょうよ。うん、そうですね。行きたい行きたい。で今日はあの西先生の新築祝いをみんなでね書いていこうと思いますので、はい、これから声かけしていきます。はい、はい、頑張りましょう。頑張ろう。はい、じゃあ書いていきましょう。じゃあみんなでも斉藤先生のことを俺の直樹って言いますよね。なんか私の直樹、俺の直樹。確かに。みんな自分のものだと思う。なんか玉木さんも言ってますね。そうそう、なんで僕を所有物に従うんです。すごい権力の象徴になってる。権力の象徴、人徳と。いや、ありがたいですね。このね、ぎゅうぎゅうで描く感じが面白い。そうそう、お前もちょっとあっち行けよ。いや、なんだよ、あっち行けよ。ぶつかんじゃねえよ。ぶつんなよ。そんな治安悪いんですか。いや、そう、あとちょっと
苦情があるんですけど、はい、佃井先生のエチャンの時に、はいはい、僕らのあの隠し部屋のディスコードの話してたじゃないですか、はい、あそこの話題がなんかビットコインの話してたりとか、あれマジでちょっとその名前ですか、いやいいんですけど、もっともっといろいろ喋ってたなと思って、いやもっと喋ってるけど、そうだから歩きながら他の話題だって、あ3人ちょっとドン引きしてましたよね、あのエチャンの時、そうだって、いやなんか生々しすぎみたいな感じ、いや、もっと建設的なやつあったじゃん、ありますね、あのちょっと育毛剤の話とかそれこそダメでしょ、なんで育毛剤いいの、いいんじゃないですか、もう僕らもやっぱそういうの気にしなきゃいけない年なんで、そうね、うん、やっぱりね、なんかあの、40代のおっさんが集まったらもう健康の話とお金の話しかしないんですよまあそうだけど、いやマジです、これは西先生のキャラですよ、ね、あ、え、もうなんか 俺だけ一人仲間外れみたいなちょっと何よくないですか、やったー、ほんとだ、なんか斉藤先生のキャラって見たことないデザインだ、うん、誰描いてるんだろうと思ったんですよ、帽子だこれ、あーやったー、だって西先生なんかお祝いだしさ、え、これマジでめっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、いや俺がなんかいや何それこれマジでずるいだろ、これ許せねえな、ちょっと別にハメるつもりもない、やめてる、これはハメ、絶対これはハメ、お願い YouTuber 斉藤先生がいかにちょっと性格悪いか世に知らしめなきゃいけないやば、ほんと、いや何書くかは自由じゃないですか、確かに、そうクソとか言わない、はい乾くまで待ちます、まだおかわりありまして、おかわりあります、そうですね、じゃあ自分でさせます、あ、いや、とんでもない、とんでもない、ありがとうございます、ありがとうございます、いただきます、ありがとうございます、ありがとうございます、岸の上で、あぶねー、あぶねー、あぶねー、怖い怖い、めちゃくちゃやるな、ほんと、去年のあれのおかげでちょっとアナログかけるようになってる、お、すげえ、よかったですね、本当に感謝してほしいです、あれなるほど、せっかく褒めてるのにもう素直に褒めさせないでもあれなかったら俺本当に冗談抜きで、うん、コミケで色紙書こうなと思う、お、じゃあ役に立ったんだ、いや、役に立ちましたね、よかった、やっぱやってみるもんなんだよ、うん、やばかったっすね、あれ、いや、ありがとうございます、いや、あれ多分絵描いてる人ほどやばいってなってます、本当ですか、で、絵描いた人からしたら、うん、なんか全然普通じゃんみたいな、まあ、描くんだみたいな、あれで描くんだ、うん、そうそうそう、だから、いや、あれでは本当に絵描いてきた人が見たら本当、あれ、まるなるか普通みたいになってます、嬉しい、それにしてもあんなでかいのを、うん、首が多分痛くなるだろうし、すげえ大変だとなると思う、うん、いやでもやっぱもうああいうのってリスクだけどやっぱやっていかないと思いますよね、うん、本当に、いやでもね、やってすごい楽しかったですよ、良かったと思います、うんうん、楽しかった、割と結構重要なんじゃないかなと今後思って、そのリスク取るか取らないかって、うん、でなんかもう、うん、面白そうだったらもう失敗してもいいから俺取ってもいいのかなっていうふうには思ってきてて、うん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 、今は死にはしないし、うんうん、それでどんどんこうチャレンジしていくと、うん、何の人だか分かんなくなっていくんですよ、そういうことですよ正体不明の人ですよね、お二人とも確かに、もう何で食ってんのお前みたいな、確かに、あの絶対絵一本でやってる時よりははる、うん、かにもらえますよね言い方悪いです、これがです、これがですか、これがこれがもう、いやもう、ね、絵だけの生活に戻れないっすね、うん、確かに僕もこうやって皆さんとお会いしたりとか、うん、配信で呼ばれたりとか、なんかその感じがすごい楽しいですね、あ、僕も楽しいっす、うん、あ、でもあとなんかいいの思いついたりしますよ、うん、あ、そうです、こういうのもやるかもしれないな、あ、アイデアが別のジャンルもやってるとバーッとこう相関関係の中からバーッとこう、うん、
なんか小学生の頃に集まってなんかこれやろうぜみたいな、これで遊ぼうぜみたいなノリにちょっと近いじゃないですか、うん、いや俺それ大事だと思います。大事、いやそれ本当そのいたずら心、そう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 、いやこれ多分みんななくしてるからうまくいってないですよ多分みんなうまくいっていない前提うまくいってなかった今はなんかそれ持ってる人の方がうまくいく時代になってるんですよ。そうそうそう、だからあの小学校の時の休憩時間の10分とか15分に運動場遊びに行ける感覚みたいなのは取り戻したいなと思ってて、いやあの10分の貴重さってすごいから、あの10分をいかに遊ぶか、そう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 、うん、あの10分は大事だったんだな。だからあの10分の密度に近づく練習してなと思って、うん、だからこういう里やったら俺絶対行くようにしてますし、いやだってさなんかもう授業終わりってなったらさ、うん、ダッシュしてたよね、そう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 あのダッシュ力すごかったね、うわ、でもなんか本当あと20年後とかでいいんで、はい、ここでパスタ作ってください、ね、もちろんですよめちゃくちゃうまいパスタ作りますよ、もうそれくらいはあとまだ絵描いてもらわない、描きますぜ、どうだろう20年であっという間だったからな、いやでもだから密度上げればそう長く長く感じますよね、だからあっという、だから苦しい時間長いと、うん、はい、ものすごくなんか長く感じるし、でもその頃の記憶が一切ないかったりするから、うん、そうなんです、めっちゃね長く感じてるのに思い出が少ないんですよ、わ、うん、かります、ダメなんですよ、だから苦しいんだ、俺去年めっちゃ長く感じました、あそう僕も、そうだから皆さんと楽しかった遊んでからそう頭の中で反芻する幸せな思い出が多すぎて、はい、8月あったやつってまだ1年経ってないんですよ、あれそこなんですよ、で俺も2年ぐらい経ってるような感じしてて、頭にこう再生回数見に行くんですよ、そうそうそう、30万人、あれがまだ1年経ってないっていうのがそう多分本当に体感が長くなってて、うんうん、いろいろやってるからだと思うんですけど、そうなんですよね、年取ると時間が早くなるっていうけどあれ結構嘘で、うん、なんか意外とねなんか40代入ってから長くなってるから多分いろいろチャレンジしたいからですよ、うん、そうそうそう、短い人なんか新しいこと始めると結構時間がまた長くなるんです、元に戻る、うん、いろいろやると本当大変だね、そうそう、うん、ミスロンしちゃうぞ、ミスロンしちゃうぞ、これここでミスロンいいのかこれ、線画修正もできそうです、できるできる、まあ、だから線画用なんですよね、そうそうそう、え、そうなんだ、はい、やってみようと、ミスをノンにしちゃうっていう、ノンにする、そう、もう、あ、そういう意味なんだ、全漫画家が使ってる、あ、これちょっといいか、あ、大丈夫です、あのもうそのまま入れちゃった、これ絶対塗らない方が良かったじゃん、この時にミスもんだこの時にミスもん、白くする、ね、白くしようこれミス、これ塗らない方が良かった、ちょっとそれもったいないですよ、これ邪悪になった、邪悪なんかすごい、やばい魔法使えそう、よしよし、ミスもすごい、そう、これ買ってみよう、俺もで、みんなをこうなんかこう水で薄めてこの筆でやると細かい作業、すごい、これなんですか、これこれ新ベヨミミスですね、え、違うでしょ水を入れて、あ、水入れたわけか、何言ってんの何言ってんのとかって CM になっちゃった、すごいこんな生々しい修正は、あ、うまいこと残して、うん、はい、完成です、いや、完成、やったー、ありがとうございます、はい、ということで、もうギチギチだよということでね、めっちゃ仲良しみたいな残してない仲良し仲良しじゃないのか、仲良しでした、お前実態があったこの2人実態あるでしょ、はい、この密度でお届けしております、はい、今日は西先生のお宅に、お邪魔しました、西先生ありがとうございます、本当に幸せでした、今日は本当にありがとうございます、ね、なんかすごい素敵なご自宅で、ね、匂いめっちゃいいですよ、うん、いいし、トイレまで良かったもん、トイレもね開けた瞬間にね、いらっしゃいって開くんですよ、いやすごかったです、はい、もう僕もね新築建てたばっかりなんですけど、もう一軒ね建てたくなりました、え、はい、本当もう一軒建てたい、だからね、あの死ぬまでにもう一軒建てたいと思います、でね、はい、今日は新築祝いってことでね、あ、いいっす、俺みんなで書きました、はい、えー、めちゃめちゃいいでしょこれ、やば、もう本当ありがた、うん、これ飾っていただいて、やったー、はい、もう正面に書いてますありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。幸せ。はい、ということで、西先生の素敵なご自宅、ありがとうございました。ご紹介いただいて。本当に来てくれて、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございます。